マクデニー。マクデ位マクデニーは細胞の内外に存在する電位の差のこと。すべての細胞は細胞膜を挟んで細胞の中と外とでイオンの組成が異なっており、この電荷を持つイオンの分布の差が電位の差をもたらす。通常、細胞内は細胞外に対して負の電位にある。神経細胞や筋細胞は膜電位を素早く。 動的に変化させることにより、生体の活動に大きく貢献している。そのため、膜電位とはこれらの細胞の先輩特許であるかのように誤解されることも多い。しかし現実には、すべての細胞において、膜内外のイオン素性は異なっており、膜電位は存在する。例えばゾウリムシの線毛の打つ方向の制御は、膜電位の変化によって制御されている。また、植物細胞において、 有名な例としては、おじぎ草のコバが触れることにより閉じるのも、おじぎ草の細胞の膜電位の変化によるものであることが知られている。このように、膜電位、とその変化は単細胞生物や植物細胞にさえ存在する、生物共通の基本原理である。すべての細胞は、細胞膜によって、外界と内部を隔てている。このことは、 細胞が内部に必要なものを溜め込むことと不要なものを積極的に排除することを可能にしている。必要なものとしては細胞小器官や主治のタンパク質など、また不要なものとしては老廃物や毒素などが一番に考えられるが、それ以外にも細胞は特定のイオンを選択的に取り込み、また別のイオンを選択的に排出することによって、 内外のイオンのバランスに差を作っている。最も原始的な生物と考えられているシアノバクテリアにさえ膜電位とそれを利用したイオンチャネル存在が知られており、このことは生物の誕生とともに膜電位が形成されたことを示唆している。内外に濃度差を作られたイオンは電荷を持っているので、内外のイオンバランスの差は内外の電気的ポテンシャルの差をもたらす。 つまり、イオンの分布差そのものが、細胞内外に、電位の差をもたらすということである。この、イオン分布の差による、細胞内外の電位差を、膜電位と呼ぶのである。仮に、膜外に100個の一家の非イオンがあり、膜内に40個の一家の非イオンがあるという状況を、想定する。この場合、膜外は、膜内に対して、イオン60個分のプラスの電位差を持っていると言える。 このように、膜電位とは、膜内外の音量量イオンの電化の総和で、決定される。現実には膜内外に存在するイオンは一種類では、なく、またイオン種によって、価数も違うため、計算は容易ではない。また、電化バランスが崩れた領域は、膜の近傍の2から3ナノメートル、デバイチのところのみである。従って、大部分の電化は、膜表面付近に集中する。 電位差の計算については、後に衝実する。膜電位が必要な理由の一つとして、細胞内外に大きな電位の差を作っておいた場合に、その電位の差を利用した非常に早い情報伝達が可能になるという利点がある。これはイオンによる電位差と、その解放によるエネルギーという概念をダムによる水位の差と、 その解放によるエネルギーによっての水力発電と置き換えて考えると分かりやすいだろう。つまり、デニーサ、水イーサを一気にイオンチャネル、水門を開くことによって力を解き放つと、大きく、かつ素早い駆動力を生み出すことが可能になるのである。細胞膜の重要な性質の一つとして、細胞膜を構成する脂質二重層の内部は、素水性であるということが挙げられる。 このため、イオンは細胞膜を介して自由に行き来することができない。そのため、一旦生じたイオン素性の差は、そのまま細胞膜内外の電荷の差の原因となる。つまり、膜電位が生じるためにはそもそも細胞内外のイオン分布に差が生じる必要がある。以下、イオン分布の差を引き起こす要素について詳述する。イオン分布の差を生じさせる第一の要素として、 イオンポンプの存在が挙げられる。イオンポンプは ATP 等のエネルギーを利用して特定のイオンを濃度輸送するタンパク質である。このイオンポンプは膜内外のイオン蘇生の違いがどういう条件であろうと一方から他方へ濃度的に常に一方通行のイオン輸送を担う。イオンポンプの輸送速度はそれほど速くなく 一分子のポンプ一秒あたり、せいぜい数百のイオンを輸送できるにとどまるが、ATP のエネルギーがある限り常に動き続ける。実際には生きた細胞内で ATP が枯渇することは考えられないため、結果的にイオン分布変化への貢献度はそれなりに大きくなる。マクデニに関わるイオンポンプとして最も有名かつ研究がなされたものとして NAKATP。NA アーゼが挙げられる。これは ATP の下水分解によるエネルギーを利用して3個のナトリウムイオンを細胞外に組み出すとともに2個のカリウムイオンを細胞内に組み込むタンパクである。このタンパクが働いているおかげで細胞内はナトリウムイオンが少なくカリウムイオンが多いという条件を維持できるのである。その他にもカルシウムイオンや水素イオンを輸送するポンプなども存在し、 成分としては小さいものの、膜電位に貢献している。次に、イオンポンプなどの活動により一旦、イオン分布の差が生まれると、今度はその濃度差を利用した、受動輸送が可能になる。この受動輸送は、イオンチャネルと呼ばれる、タンパク質によってなれる。イオンチャネルは、イオンポンプ等によって、濃度差が作られたイオンを、イオン濃度の高い方から低い方へ拡散させる、イオンの通り道である。 よって、方向に選択性はなく、膜電位がない場合は常に、イオンの濃度勾配に従った輸送である。ただし、イオン濃度の低い方から高い方への移動が全く、ないわけではないことに注意すべきである。イオンがチャンネルを通過するかどうかはそのイオンが、ブラウン運動によって、チャンネル分子に称するかどうかに依存しており、イオン濃度の高い側では、 イオンのチャネルへの衝突が低い方に比べて圧倒的に起きやすいため、全体としては高い方から低い方への流れが生じるわけである。イオンチャネルの多くは通常不活性型であり、何らかの刺激に応じて開閉する。そのため、定常状態の細胞において働いているイオンチャネルは少ないと言える。ただし、漏えいチャネルと呼ばれるタイプのイオンチャネルは常に開いており、 生死膜電位に貢献する。膜内外の電位差そのものも、イオンの移動に影響を及ぼす。例えば、生死状態の膜電位は、細胞内が細胞外に比べて負であることはすでに述べたが、負の細胞内に向けて非イオンは入りやすく、影イオンは入りにくい。逆に、生の細胞外に向けて影イオンは出ていきやすく、非イオンは出ていきにくい。これは、 単純に細胞外の静電化を持つ環境が、非イオンを反発させようとするからである。現実に、塩化物イオンの移動は、細胞膜を通してかなり自由度が高いため、この膜電位による移動にほとんど依存している。このように、いくつものタンパクの作用により、イオンは常に絶えず細胞内外を移動している。イオンの流出入は、細胞が生きている限り止まることはないが、電荷の移動は、 ある条件において、見かけ上動かなくなる。この条件をもたらす、膜電位を、静止膜電位、静止膜電位、という。この条件において、細胞は一種の定常状態にあり、見かけ上電化の移動はなく、膜電位は、安定する。ただし、この条件においてもイオンの流出入は続いている、ことに注目すべきである。つまり、単位時間あたりに流出するイオンの送電荷量と、 流入するイオン送電化量が一致しており、かつその状態が長く続くような条件が、静止膜デニーである。神経細胞を例にとれば、一般にナトリウムイオンや塩化物イオンは、細胞内に少ない。その代わり、カリウムイオン濃度は高く、また不電化を持つ、有機低分子の脳が高い。これらは、チャネル分子の存在による膜の選択的透過性と、 イオンポンポプによるる。輸送が関与しているただし、細胞膜の塩化物イオンに対する選択的透過性はかなり低いため、塩化物イオンは比較的自由に膜内外を行き来することができる。それでも塩化物イオン濃度が細胞外において高いのは、細胞外が細胞内に比べて静電化を持つため、膜電位による現状によって受動的に引き寄せられるためである。その他、 カルシウムイオン CA やマグネシウムイオン MG も比較的細胞内には少ない。特にカルシウムイオン濃度が細胞内において少なく維持されていることは細胞にとって大変重要である。カルシウムイオンは必要に応じて細胞外や小胞体から細胞内に放出されカルモジュリンやカルシウム依存性キナーゼ等主治のカルシウム依存性タンパク質を活動させる。 引き金であり、たくさんのシグナル伝達カスケードを動かす、最初の球として非常に大切である。そのため、カルシウムは細胞外への輸送だけでなく、小胞体内へも濃度を輸送され、細胞内濃度を低く保っている。神経細胞の典型的な軸作において、静止膜でには負であり、おおよそマイナス7 0ルト程度である。このことは、細胞外に比用が、 比較的多い、もしくは細胞内に影イオンが比較的多いことを示唆している。実際には前者が正しい。前述した NVA 蛍光管イオンポンプは3個のナトリウムイオンと2個のカリウムイオンを交換しているだけなので、膜電位の変化にはそれほど大きく寄与しないが、外に組み出されたナトリウムイオンが細胞内に入り込むためのナトリウムチャンネルは通常不活性化されており、 開いていないのに対し、カリウムが細胞外に流出するカリウムチャンネルの中には通常開きっぱなしのものが存在する。つまり、カリウムイオンは組み入れても組み入れてもある程度は細胞外に漏れ出ていってしまうのである。これが静止膜電位が負になってしまう主な原因である。このカリウムイオンを漏れ出させてしまうチャンネルをカリウム漏えいチャンネルと呼ぶ。 サズノトが主要な内向きのカリウムイオンの移動である。この2射による内向きの移動の合力が大きな値になることは図から明らかだろう。しかし、脊椎動物の正時膜電位はマイナス7 0ミリボルト付近であり、そこからカリウムチャンネルが開いても、せいぜいマイナス9 0ミリボルト程度、つまり2 0ミリボルト分程度しか膜電位は変化しない。 つまり内向きの大きな力を相殺するだけの外向きの四流が最初から存在しなければ説明がつかないことになる。事実その外向きの四流を実現しているのが前述の漏洩チャネルからのイオンの流出による。漏洩チャネルによる外向き四流があるので実際に静止膜電位からカリウムチャネルが開いた時のカリウムイオンの流出は程度となる。 次にナトリウムイオンに関しては渦に注目する。まず、常述カリウムイオンの透過と異なり、NAK 交換ポンプの作用によるイオン移動が逆方向であることに注目すべきである。電気化学的なイオンの移動は同方向であるので、ポンプによる電流が電気化学的移動を多少相殺していることになる。しかし、ナトリウムイオンはほとんど細胞内に漏えいしないので、 ナトリウムチャンネルが開くと大きな透過力を発生することになる。これが活動電位の正体であり、この大きな力によりマイナス7 0ルト程度の膜電位はプラス4 0ルト付近まで一気に変化する。前述のようにイオンの流れは膜電位そのものが起こす電状の影響を受ける。電状によって起こされるイオン移動は受動的なものであり、 電状を打ち消すような方向に行われるため、ある一定の膜電位において、そのイオンの移動が見かけ上停止する点がある。それを、平行電位、平行電位、と呼ぶ。細胞膜のそれぞれのイオンに対する選択的透過性は異なるため、平行電位は、それぞれのイオンについて、別々に存在する。平行電位を求めるためには、ドイツの科学者、 バルターネ・ネルンストによって導かれたネルンストの式を利用する。ただし、LN は自然体数であり、他のパラメータは以下の通りである。ここで哺乳類の体細胞における一価の費用に限って考えれば、Z イコール1、T イコール37プラス273イコール310を代入してとなり、平行電位は膜内外の4濃度によってのみ決定されていることがわかる。 このことは二つの意味で重要である。一つは、平行電位は、膜電位によって影響されないということである。様々なイオンの平行電位の総和は、膜電位を決める重要な要素であるが、平行電位そのものが、膜電位に影響を受けることはない。もう一つは、その様々な他のイオンの存在にも関係なく、平行電位は決まるということである。言い換えれば、他のイオンの作る現状に、 平行電位は影響されない。哺乳類の典型的な神経細胞内のイオン濃度と体液の組成による細胞外イオン濃度は以下の通りであるので、これらより平行電位を計算することが可能である。以上からわかる通り、見かけ上イオンの移動が停止する膜電位はカリウムイオンについてはマイナス 88mV、ナトリウムイオンはプラス 59mV ということである。 逆に言えば、カリウムイオンは、膜電位がマイナス8 8ルトになるまで、ナトリウムイオンはプラス5 9ルトになるまで、移動を続けようとするということである。このことは、神経細胞の活動電位の発生時に、観察することができる。活動電位が発生するとき、軸索上のナトリウムチャンネルが開放され、ナトリウムイオンの細胞膜内外の行き来は自由になる。そのため、 マックはプラス5 9ルトに向けて変動する。これが活動電位のスパイクの正体である。その後、ナトリウムチャンネルは不活性化されて閉じ、今度は電位依存性のカリウムチャンネルが解放される。そこで今度はマックはマイナス8 8ルトに向けて加工し、静止マックであるマイナス7 0ルト付近を越えてアンダーシュートするのである。 前述したネルンスとの式は、それぞれのイオンについて、その流れが見かけ上止まる点を導き出す式であり、マ電クそのものは算出できない。マ電クを算出するためには、各四電流の和が例になる電位を求める必要があり、そのために導出されたのが、ゴールドマンホジキンカッツの式、あるいは GHK 方程式である。GHK 方程式では、 細胞膜を透過するイオンをすべて考えるのが、ネルンストの式との最大の違いである。ただし、GHK 方程式の導出においては、扱う対象のイオンの過数の絶対値が等しいことと、膜内部の電位勾配が一定とした過程を用いている。ここで、細胞膜を透過するイオンが、K、NA、CL のみと仮定すると、膜電位 E は以下の式で表される。P p, p は、それぞれのイオンの等価係数であり、また、生体内においては、おおよそ p、p, p, p イコール1,0.04,0.245程度で、あるので、さらに前日の細胞内外のナトリウムカリウムイオン、および塩化物イオン濃度を代入すると、となり、おおむね実測値となることがわかる。この時、イオン X の等価係数の絶対値そのものは、必要ない。 等価係数は、イオンのコンダクタンスと密接に関わる量であるが、現実には算出は容易でない。GHK 方程式の便利な点は、等価係数の比のみで、膜電位の値が求まることである。さらに、ナトリウムイオンと塩化物イオンの透過性がゼロの条件を考えると、P イコール、P イコール0より、となり、膜電位がカリウムの平行電位と同じになる。この式は、 ネルンストの式と全く同じである。また、GHK 方程式の自然体数部において、細胞内オロ濃度と細胞外オロ濃度の項が、非イオンと影イオンで逆になる。これは、GHK 方程式に P イコール、P イコール A を代入した場合、可式のように CL に対するネルンストの式になることに対応している。細胞膜は、 静止膜電位で定常状態を保っている。この状態を膜が分極しているという。ここからプラス方向に膜電位が変化することを脱分極さらにマイナス方向に変化することを過分極と表現する。脱分極は必ずしも膜電位がまさに変化することを伴わず、マイナス7 0ルトからマイナス3 0ルトへの変化でも十分脱分極である。 また、一旦プラスに転じた、膜電位が再度静止膜電位に戻ることを、細分局という。神経細胞は、シナプスと呼ばれる構造を通じて、情報の伝達をしているが、伝達を受けた、神経細胞が脱分極するか過分局するかは、重要なポイントである。それは、脱分局を引き起こす伝達は、興奮性伝達と呼ばれ、活動電位を引き起こす助けとなるのに対し、 過分極を引き起こす伝達は、抑制性伝達と呼ばれ、活動伝位の発生を抑える働きをする。活動伝位の発生は、入力された、興奮性、抑制性伝達の総和がある、一定の値に達するかどうかによって決定されるので、個々のシナプスが、興奮性であるか、抑制性であるかは、神経回路を理解する上で、大変重要なのである。 マクデンイを電気的に測定するためには、細胞内外に、それぞれ一本ずつ電極を置くことが必要となる。細胞外は良いとして、細胞内に電極を刺すことはなかなか困難である。これを最初に可能にし、マクデンイを測定したのが、イギリスの神経科学者、アラン・ホジキンとアンドリュー・ハクスレということになっている。彼らは、イカの巨大軸作を用いて、マクデンイと その変化を観察した功績から1963年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。イカの巨大軸索は直径1ミリメートル近くあるので内部に金属製のワイヤーを差し込むことが比較的容易だったためである。しかし今日では細胞内にワイヤーを差すことはまず行われず、電解液で満たした細いガラス関連極を細胞に当てて、 膜電位を測定するのが主流である。細胞内に直接電極が刺さっていなくても、測定電極と電解必要液が連続している限り、何ら問題はなく、膜電位は測定できるからである。この技術は、パッチクランプ法と呼ばれ、神経科学研究の大切な技術の一つである。また、これ自体1991年のノーベル生理学、医学賞受賞技術である。 しかし、ホジキンやハクスレイに専攻すること10年以上前、日本人の科学者、鎌田武雄が英国留学中にゾウリムシの膜電位の測定に成功していた。しかも彼はこの時点ですでにガラス管電極を発明して用いており、ノーベル賞級の技術を二つ、同時に駆使していたことになる。今日でも、パッチクランプ法は主要な膜電位の測定技術で、あるが、 1970年代から細胞膜に溶け込み、膜電位の変化に応じて抵抗あるいは休行が変化する膜電位感受精色素という化学物質が発明され、工学的に膜電位変化を計測する方法、膜電位イメージングが確立された。膜電位イメージングは複数の神経細胞から同時に膜電位を記録できると大きな利点があり、 生体への応用を目指した研究が盛んに行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。